こんにちは、モーです。よろしくお願いします。つい最近、8月31日、大英鹿児島ショッパーズプラザ、鴨池大英として親しまれ、後にイオンとなり、地元の方々から愛されていたイオン鹿児島鴨池店が閉店いたしました。その残念なニュースから一転、今月11月21日に、大隅半島初出店となるイオン金谷ショッピングセンターがいよいよオープンいたします。場所は金谷市白崎町のプラッセ大英は金谷店跡地で敷地面積 26,384 平方メートル、縦床面積は 25,289 平方メートル、商業施設面積は 15,174 平方メートル、そして駐車台数は約600台で鹿児島県内で6店舗目のイオンの店舗になります。それではイオン金谷ショッピングセンターの各階の店舗構成をざっくりとお伝えいたします。1階は食料品や日用品を扱う直営店と金谷市初出店となる和食レストラン庄屋や衣料品、日用品から家具家電などを扱う無印良品に鹿児島市に本社を置く人気のダンキンコーヒーなどが入ります。そして2階は暮らしと携帯電話ショップ、そしてファッションのフロアになります。あと3階は老若男女が楽しめる施設、店舗が入る予定になっています。それでは改めてイオン金谷ショッピングセンターの特徴を詳しくお伝えいたします。場所は金谷市役所本庁近くの金谷市白崎町にあります。今回できるイオン金谷ショッピングセンターのコンセプトはイオンが作る金谷の新しい形です。1階フロアは大隅エリアの新しい食、美、健康を提供するフロアで、魚売り場は垂水、内野浦、佐田、ねじめなどの地元市場から直送された鮮度抜群の生魚を販売、地元大隅で養殖しているカンパチやヒラマサ、そして大型カンパチの赤花カンパチや鹿児島深海魚研究会のウマンカ深海魚、そして今まで食卓に並ばなかったミリ用の希少魚などが販売されます。あと農産物販売では地元 JA の季節に合った野菜果物に地産地消をコンセプトに地元大隅の果物野菜を取り扱います。その他お肉売り場では地元金谷に牧場がある黒毛和牛の薩摩姫牛や柔らかくジューシーな桜島うまみ和豚など、その他にも惣菜売り場も県内のイオン同様地元の食材を使った惣菜をはじめ、いろいろと目移りしそうな商品がたくさんラインナップされております。そして1階の専門店では鹿児島ではよく知られている池田湖にも店舗ができて好評の金谷市初出店のカフェスイーツのダンケンコーヒーに、長崎県が本店の和食のレストラン庄屋、食品や衣料品、家庭用品などの商品を企画開発販売するブランドで人気の無印良品などのテナントが入ります。あと面白いところではイオン九州では初の海上自衛隊鹿屋航空基地でも使用している部隊のワッペンや T シャツ、キャップなどの自衛隊関連グッズを取り扱う店舗もできるようです。そして2階フロアは生活と暮らしのフロアです。まずはイオン九州直営セレクトショップトトト九州が九州初出店。子供から大人までカジュアルなファッション、フォーマル、雑貨、アウトドアまで様々なアイテムを販売いたします。その他にはレディース、メンズカジュアルファッションのアーバンスマート、アパレル、小物雑貨、ヘルス関連グッズを扱うスポージアム、靴売り場のアズビーなどアパレルや生活に関連するグッズを取り扱っています。また2階フロアの中央にはフラット立ち寄れる気軽さと誰にも開かれたフラットな広場フラットラウンジが、絵本や児童書を揃えたブックツリーを中心にキッズスペースやギャザリングスペースも併設して、あらゆる世代がくつろげるスペースを設置しています。そして3階フロアは100均ショップのダイソーに金谷市初出店の e スポーツ、パソコン教室、パソコン販売修理の店舗 GG スペース、さらに鹿児島県内初出店の子供たちファミリーで楽しめるアミューズメント施設パスカランド、また子供たちはもちろん家族みんなで楽しめる大人気の室内型遊園地のキッズランド US が
鹿児島県内初出店と、3階フロアは家族で楽しめるフロアになっています。また鹿屋市が運営している巡回バスクルリンバスの停留所が12月1日からイオン鹿屋ショッピングセンター内に設置されます。高齢者の方々の買い物の足として市街地巡回ルート、そして北ルート、あとは大平ルートの3つのルートで対応いたします。クルリンバスに関しては11月末から12月初めにかけてそれぞれルートの変更があるようなので、詳しくは概要欄に鹿屋市クルリンバスのリンクを貼っていますので、そちらも参照してみてください。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。大隅方面は薩摩半島側と比べるとスポットライトが当たる機会が少ないですが、今回大隅半島のど真ん中中心都市鹿屋市に大型商業施設のイオンができるということで、鹿児島県内も過疎化少子化が進んでおり、特に子供たち若い人たちが楽しめる施設がないと言われる中、大型商業施設のイオンができることで地域の活性化や雇用の創出、大隅方面が元気になってくれると嬉しいです。最後にこのチャンネルでは鹿児島のいろいろな場所や様々な情報をお伝えするチャンネルです。チャンネル登録がまだの皆様には、どのチャンネルかわからなくなる前にチャンネル登録ボタンをポチッとクリックしておいてください。よろしくお願いします。そして今回のイオン鹿屋ショッピングセンターに関する皆様の思いや感想、また大隅半島出身やゆかりの皆様には大隅方面のいろいろなおすすめの場所や様々な情報をコメントにつけていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。